朝鮮人民軍空軍の国籍マーク朝鮮人民軍空軍または朝鮮人民軍航空を呼び反抗空軍は朝鮮民主主義人民共和国の軍事組織である朝鮮人民軍が保有する空軍である1947年に創設された朝鮮人民軍は陸軍が主力であり空軍はそれを補佐する体制にある ミッグ -29 といった比較的新しい作戦機も少数保有するが、軍用機の近代化が経済制裁により進まず、いずれも冷戦機に開発、運用された旧ソ連製、アメリカ製、中国製機しか保有していない。防空が主任務であるが、他に輸送、偵察、対地攻撃、さらには特殊部隊の潜入支援も任務としている。 ソ連新中後の1945年10月、ソ連航空学校出身のオーレンと、名古屋航空学校出身のリカツラを中心に、日本航空学校出身20名、中国飛行学校出身約10名、満州国軍出身と、各航空隊で勤務した20名、合計約50人が集まって、民間組織として、新宇宙航空隊を発足させた。この組織は、 空軍の母体となり、軍事顧問として、ソ連より、前よりマクシム少佐を迎え、使用機は、日本の95式1型練習機3機であった。10月25日、各地域の熱性分子の中で、学力優秀者を選抜して、操縦教育隊、整備教育隊、通信教育隊に入隊させ、本格的に教育が開始された。これらは、新偉受航空隊、 1> 第1期生として翌年1月に教育を終えた。1946年2月23日、第2期生160名が入隊した。またこの時に、日本や中国、満州、ソ連から帰国した、航空関係者が約400名に達したので、第2期生は訓練を呼び、経費の関係上、5月から、病ン学院に移動し、航空中隊を編成。 学院内に航空科を設立した。第2期生は6月に卒業した。第3期生からは航空隊がピョニアン学院に吸収されたため、第3期生はピョニアン学院航空第1期生として同年10月に卒業した。第2期生は500名となり空軍建設が軌道に乗り始めた。第1期生から第3期生までの中で、 成績優秀者300名を選抜してソ連に留学させた。彼らは1947年初めに帰国した。航空中隊は航空大隊に昇格、航空課は航空部となり、オーレンが部長、利活が副部長となる。1947年8月20日に朝鮮人民軍の正規組織として最初の航空隊を編成し、 この日が1972年政令で空軍記念日となる。1948年2月8日、朝鮮人民軍が成立。1948年9月18日、航空大隊は人民武力省の指揮下となる。同年末まで約900人の航空関係者をモスクワに留学させて再教育を施した。 そして1948年末にソ連軍が朝鮮半島から撤退すると約マイナス9やラマイナス7、イルマイナス10などの第二次世界大戦末期に開発された機体を引き継ぎ本格的な拡張を開始した。1949年に1月に航空大隊は平壌に移転し第25飛行連隊に昇格。3月に 近日生が放送すると、約マイナス9やいるマイナス10などの各種航空機30機が追加導入され、1949年12月に追撃機、襲撃機、共同の3個連隊及び公兵大隊で編成した航空師団が創設された。師団長は王連、副師団長は李ツ、各連隊長はソジュピル。 チェヒョンオクラ陸軍少年飛行兵15機出身者であった。1950年4月、約マイナス9やいるマイナス10を追加で60機、投入した。朝鮮戦争開戦時点で、226機の飛行機を保有、追撃機84機、襲撃機113機、他29機であった。対して、韓国空軍は、 L-4 連絡機8機、L-5 連絡機4機、T-6 連周機10機の計22機だけであり、飛行士団は、韓国空軍の9.7倍に達する飛行機を有し、かつ主力が、韓国が保有しない戦闘機と爆撃機であったため、航空戦力は北朝鮮が圧倒的優位であった。しかし、北朝鮮の保有機の状態は劣悪であった。 北朝鮮政府はソ連第9空軍軍団から飛行機を購入したが、これらは老朽化が深刻であった。しかもこれらの購入費用は、新型機購入の費用に匹敵していた。購入した約マイナス9機21機中10機に異常があった。いるマイナス10機の状態は約、約マイナス9機より1年後に製造されたため、相対的に良好であったが、 33機中6機に異常があった。一方で、ソ連空軍からではなく、ソ連の製造工場から直接受領した飛行機は、おおむね良好であった。部品不足も深刻で、予備部品は約、約マイナス9機の場合15から20%、いるマイナス10機は50%のみ確保されていた状態であった。海戦まで故障が頻発。 老朽化問題は全く改善されなかった。1950年に始まった朝鮮戦争では、兵力約2000人、航空機約200機を持って、韓国空軍を呼び、アメリカ空軍と対峙した。開戦時は約、約マイナス9やらマイナス9戦闘機などを用いていた。開戦力後の6月25日、ソウルと金浦飛行場を空爆。 27日には水原飛行場を空爆した。7月7日、占領直後の近保に前進。極東空軍が全面動員されていないにもかかわらず、7月4日までに47機の航空機が破壊され、7月第1週の時点で韓国地域への出撃はできなかった。これは物理的な被害とともに、 アメリカ空軍介入とピョニアン爆撃に伴う心理的な衝撃があった。ソ連の資料によると7月にイリ空軍はほとんどの戦闘能力を喪失した。アメリカ空軍の資料によると1950年6月から10月に撃墜した北朝鮮機は合計143機であり、月別に見ると6から7月に81機、8月に48機、 9月に14機を撃墜し、10月に入ると撃墜した航空機はなかった。また1950年8月26日、ソ連軍総参謀部作戦総局に送られた調査報告には、海戦時177機の襲撃機と追撃機を保有していたが、7月20日には85機を失って92機となり、 8月24日には36機の航空機と23人のパイロットだけしか残っていなかった。1950年10月19日に中華人民共和国の中国人民志願軍が参戦。すると空軍は一旦満州で形成立て直しを図り、1951年1月に空軍司令部を設置、同年3月15日には遼寧省安藤4。 道港にて、中国人民志願軍空軍は朝鮮人民軍空軍連合作戦司令部が成立、延吉に航空学校を創設し、登場員を養成、ソ連からさらに戦闘機を供与され、形成を立て直した。空軍パイロットの再教育は、1950年12月末に到着したソ連軍第324戦闘飛行士団が担当。 1951年1月5日から着手した。第324戦闘飛行士団が1952年1月に満州から撤収後は第190戦闘飛行士団に置き換えられた。ソ連の計画はアメリカ空軍と直接対決せず、中国のパイロットを訓練させ、その任務を中国に変わらせることであり、この計画は北朝鮮にも同様に適用された。 パイロット要請は、延吉の航空学校、満州に駐屯していた第64、戦闘飛行軍団、ソ連延海州、それ以外のソ連地域で行われていた。延吉で、初級訓練が行われ、終了した人員は、第64戦闘飛行軍団に送られ、ミッグ -15 の操縦訓練が実施された。延海州では1950年10月時点で201名が、 訓練中で、他に、キエフ、モスクワ、レニーングラード、チカロフ、イルクーツクの航空学校や、教育部隊で教育が行われていた。1951年12月、司令部をピョンヤンに戻し、中国人民志願軍空軍所属のミッグ -15 と共に、前線復帰した。アメリカ軍中心の国連軍も、 すでに F-80 や F-84 などのジェット戦闘機に更新しており、またミッグ -15 と同じ後退翼ジェット戦闘機 F-86 戦闘機とも空中戦となった。それでもパイロットの連動不足もあり、国連軍が航空優勢を続けた。北朝鮮空軍はソ連空軍が独ソ戦時に使用した戦術とっており、 その一環として、ポマイナス2による夜間爆撃が1950年11月頃から実施された。低空飛行でレーダーに捕捉されずに部隊や飛行場に爆弾を投下した。1950年11月、ピョニアン飛行場に駐留していた米空軍第8戦闘爆撃飛行隊を攻撃して11機の戦闘機を損傷させた。前線降着後は、 金歩と水原飛行場が攻撃目標となり、1951年6月17日に2機のポマイナス2が水原飛行場の第335戦闘迎撃大隊の F-86 戦闘機9機に損傷を与えた。1953年6月15日には大統領官邸の警部隊に爆弾投下した。国連軍は ポマイナス2迎撃に F-94 戦闘機などを投入したが、ポマイナス2の速度があまりにも遅いため迎撃は困難であった。戦争中に少なくとも一機の F-94 がポマイナス2を追撃するために速度を遅くしたため墜落した。この夜間爆撃は朝鮮戦争で北朝鮮空軍の最も効果的な作戦と評価されている。しかし、 アメリカ空軍が、ポマイナス2離着陸飛行場を大規模爆撃し、ポマイナス2による攻撃は1953年7月上旬以降中止された。ポマイナス2の他に、約マイナス18も使用され、1953年6月に、4から5機の約マイナス18が、二川のゆるいのずみ場を爆撃し550万ガロンの燃料を炎上させた。 急戦時点で5個師団を有し、戦闘機は、ミッグマイナス15、約マイナス9、ラマイナス11、爆撃機は、イルマイナス10、ツマイナス2のほか、少数のイルマイナス28を有した。その後、冷戦時代には、ソ連と中国からの多大な支援と供与もあって、ミッグマイナス19、J マイナス6やミッグマイナス21、J マイナス7、 いる -28 などを、ソ連や中国から輸入した。一時は、連度も高く、ベトナム戦争中の1966から68年には、北ベトナムの防空任務に、第203航空隊が派遣された。1966年末に派遣された第203航空隊は、 ベトナム人民空軍指揮下の第923連隊として1967年5月までに配置につき常時24名のパイロットを含む150名の兵士がベトナムに駐屯した。朝鮮人民軍空軍パイロットは26機の米軍機を撃墜する一方、14名が戦死、現地に埋葬された。2002年には墓が 北朝鮮の人民軍英雄列シボに移され、現地に記念碑が建てられた。1969年には、日本海上空でアメリカ海軍の電子偵察機を撃墜するなど、強力な戦闘力を有した。しかし、1980年代以降の、経済停滞による軍事力低下と物資不足に加え、ソビエト連邦の崩壊と中国の、 改革開放によって中祖からの支援は急激に減少。1980年代末に導入したミッグ -29 を最後に新兵器購入は愚か訓練の燃料にもことかく状態になり、さらに慢性的な食料不足で式や整備も不足して戦闘能力は著しく低下した。2000年代も機材老朽化や燃料不足は続くが、 2003年には、米軍偵察機を、ミッグ -29 が、追尾。2009年には、衛星打ち上げを守るために、ミッグ -23ML が出撃したり、2010年の、の別つ島砲撃事件の際もミッグ -23 が、出撃し、韓国軍機を狙うなどの動きを見せる。近年は、朝鮮中央テレビにおいて、 ミッグ -29 ナスマイナス -25 が編隊を組んで軌道飛行をする様子を頻繁に公開している。2016年9月24日25日には、元山市の元山空港で北朝鮮発の航空ショーである元山国際有効航空宿店が開催され、海外メディアにも公開された。宿店では、 ミッグ -29 ナス -25、ミッグ -21、MD500 の演技飛行や落下産部隊によるパフォーマンスが行われたほか、女性パイロットの存在も公表している。北朝鮮は、戦闘機を中心とした4個飛行士団と輸送機の2個、戦術輸送旅団からなる。このほか、特殊部隊として2個空軍狙撃旅団を形成している。 保有機数は1300機以上。作戦機の戦力面には2013年時点で、ミッグ -29、メイ -23、ス -25 が主力となるが、機数的は、ミッグ -17、ミッグ -19、ミッグ -21 等の旧式機が多数である。また、特殊部隊潜入用のアン -2 を大規模に保有している。 機体老朽化もあり、防空任務には、死体空ミサイルや降火器が徴用されるようになってきている。また、北朝鮮唯一の航空会社、高来航空は、実態として朝鮮人民軍空軍と不可分と考えられ、国連安全保障理事会決議による制裁対象になっている。ミッグ -299.13J-6 J-5&2&2 については、2015年10月1日の朝鮮労働党創立70周年記念軍事パレードで変態飛行が公開された。ありがとうございます。